川内発電所は、鹿児島県薩摩仙台市港町わざ東山6110の位置にある、九州電力の石油火力発電所。1974年7月に1号機が、1985年9月に2号機が、営業運転を開始した。2号機は、DSS 方式を採用し、電力需要の少ない夜間に停止する。当初は、環境規制から LPG が、 燃料に使用されていたが、供給不安定から1991年に使用が中止された。2004年10月には、LPG 設備の廃止に伴い公害防止協定が改定され、重油使用とされている。同じ市内にある川内原子力発電所と区別するために、川内火力発電所、または川内火力のように呼ばれることがあるが、正式名称は川内発電所である。 大喜利発電所、山川発電所を遠隔運転、監視し、古式島風力発電所、野間岬崎ウィンドパーク発電所の運転状況を監視している。予約が必要だが、見学することができる。2018年度から1、2号機とも計画停止。川内発電所は、川内原子力発電所と川内川を挟んだ、向かい側に立っている。さらに、 川内発電所は川内原子力発電所とほぼ同時期に建設されている。これは川内発電所に対する漁業保障協定を川内原子力発電所も含むものとするためであったのではないかという疑惑が持たれている。また川内原子力発電所の電源喪失の際、隣接する等発電所の電源を補助電源として使用する計画がある。ありがとうございます。